でしょう。はい。骨盤。形状。心臓。肺より小腸。小腸。読めない。グラティスミマクシマスマッスル大なんとか器大電気。腸骨および前頭骨内側。俺は見ないよね、俺。ブレイン。ブレイン。すごいな。骨盤。ケルプス。レバー。すごい。ちょっと先生、これちょっとやりすぎかなと思って向こうかな。それ脳の裏側、あの要はね、ここの小脳で、これがここから脊髄に向かって神経が伸びてきて、俺が見てるのが正位置か。え、どの辺の場所？脳の裏側。だから、まあ、これが正位置や、僕は。ここから脊髄に脳の神経が伸びてきて、これがぶっちゃけないと。あ、ここだね。そうそう、延髄のここで、ここが小脳で、このクラスにある、ここからずっと神経が降りてくる。先生の著作権を侵害し、肺胞、ある肺の中で、そこに血が入ってくる酸素と二酸化炭素を。あ、すごいなぁ。コケ。右脳とサノーの間は結構気になる。右脳とサノーの間はやばいね、かなり。これ朝、太陽パキーとかダメなの？太陽がさ、あ、逆光でってこと？逆光になっちゃうのか、でもこう。そうするとシルエットになっちゃうからね、ね、ほんとなんかこう、虹が出てるとかね、見たいよね。どんなタイミングで撮れって言うんだ。虹が撮れない。で実際妻に出てても、めっちゃ超広角なんで、実は。例えばほら、いや、あの人工的に作れるじゃん。水をバーって、こうシャワー状に、で太陽とある角度でやったら、バーってできる。ダメ。ほんま人工にはしたくないけど、一応最終的にやりたいのは、シャーレみたいに、ね、自分の血の池を作って、それで夜に解剖で撮って、多分満月だったら光の筋みたいにギリギリ残るのに比べるんだけど、もう満月の光の筋が俺の血の海に落ちちゃう。最終的に。ただそれとあの水面が絶対揺れちゃいけないから。例えば3時間ぐらいの水面が絶対揺れないように。長時間露光。しないといけない。